サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日は注目のデーゲームとなりました。この試合を楽しみにしていた方も多いのではないでしょうか。実況は私、西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。この時間は国際フレンドリーマッチをお送りします。目が離せない試合になりそうですね。福西さん、こうした代表戦に招集されることは選手としてこれ以上ない名誉だと思いますが、どんな気持ちで試合に臨むんでしょうか。人それぞれだとは思いますが、代表として恥ずかしくないプレーを見せたいという気持ちは誰でも持っていると思います。普段は国籍なんて意識しませんから、代表戦は特別な雰囲気がありますね。スウェーデン女子代表のメンバーをご覧ください。一般的な 4-3-3 ですね。ウィングの活用が鍵になります。オーストラリア女子代表は1995年に初めてワールドカップ本大会出場を果たしました。その時はグループリーグで敗退でしたね。オーストラリア女子代表のメンバーをご覧ください。同じく一般的な 4-3-3 ですね。試合が始まりました。カロリーネ・セーゲル、ボールをサイドへ展開します。すぐにパスを返しました。コソバレ・アスラニー、スタイナー・ブラックステニウス、カロリーネ・セーゲル、ボールを運びゴールに襲いかかります。スタイナー・ブラックステニウス、ソフィア・ヤコブソン、フィッシャー、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。タメカバット、ボールパーソンからボールが渡されて、ゴールキックからのリスタートとなります。センブラント、カロリーネ・セーゲル、フィッシャー、サマンサカー、見せてくれます。テクニックがありますね。バンエグモント、よく見てボールをつなぎました。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。これはあるか。ここはしっかりクリアされました。カロリーネ・セーゲル、これは見事に奪いました。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。スタイナー・ブラックステニウス、前に進んでいます。カロリーネ・セーゲル、こぼれた。バンエグモント、絶妙なパス。スルーパスを狙います。ケロンドナイト、いいカットです。ボールを奪いました。ボールがこぼれました。ケロンドナイト。タメカバット。キャトレイ。ここはボールをダッシュしました。カロリーネ・セーゲル、コソバレ・アスラニー、フィッシャー、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。コソバレ・アスラニー、カロリーネ・セーゲル、またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。攻撃に移りたい。パスをつないでいく。ボールがラインを割ってコーナーキックになりました。エリア外にいる味方を狙った。頭で戻す。これは入らない。決まると思いましたが、運がなかったですね。タメカバット。ゴールチャンス。入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。違うアングルから見てみましょう。コソバレ・アスラニー、カロリーネ・セーゲル、ソフィア・ヤコブソン。パスがつながる。カロリーネ・セーゲル、スタイナー・ブラックステニウス、ソフィア・ヤコブソン。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。コソバレ・アスラニー、ここはインターセプト。しっかり予測していました。ケネディ、追いつきたい。さあどうする。ここでゴールです。同点になり試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増しています。実力伯仲ですね。あれだけ長い間ペナルティーエリアでボールを持たれれば決められちゃいますよね。本来はもっと厳しくチェックに行っておくべき場面でした。ディフェンスの連携を見直した方がいいんじゃないでしょうか。ポルキングホーン、バンエグモント、サマンサカー。いいパスが出ました。ゴールにつながるプレーとはなりません。ここでコーナーキックです。セットプレーを生かして1点も勝ち越せるでしょうか。ボックス内から右に狙いすまして蹴りました。ボールはゴール前へ。シュートはディフェンスに当たりました。誰か反応しているか。狙ってきた。いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたが、さすがにコーナーを狙うのは厳しかったと思います。バンエグモント、ポルキングホーン、ケロンドナイト、キャトレイ。ボールはサイドの選手へ。これは見事なパスカットです。コソバレ・アスラニー、スタイナー・ブラックステニウス。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。ボールはエリアへ。この攻撃はここまでのようです。スウェーデンのスローイン。ここはクロスのチャンス。ソフィア・ヤコブソン、ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。ギリギリオフサイドでしたか。狙いは良かったですよ。少し受け手と出し手のタイミングがずれてしまいましたね。カロリーネ・セーゲル、コソバレ・アスラニー、スタイナー・ブラックステニウス、いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。味方の位置を確認する。ソフィア・ヤコブソン、スタイナー・ブラックステニウス、ボールを奪った。いいタックルでした。ゴールに向かっています。決めれば勝ち越し。ディフェンスの選手が止めた。福西さん、前半の内容について振り返りましょう。フレンドリーマッチとはいえ国際試合ならではの独特な雰囲気がありますよね。そうですね。選手たちからもここで活躍したいという意気込みが伝わってきます。よく見てボールをつなぎました。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。タメカバット、入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポート追いつきたい。さあどうする。ここでゴールです。同点になり、試合は振り出しに戻りました。試合はスタイナー・ブラックステニウス、キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、コソバレ・アスラニー、スペースに見事なスルーパス。大きなチャンスとはなりませんでした。タメカバット、サマンサカー、カウンターのチャンス。仕留められるか。カウンターアタックに入りましたがボールを奪われました。カロリーネ・セーゲル、どこまでドリブルするのでしょうか。いいパスだ。キーパーのダイビングセーブ、鮮やかでしたね。コーナーキックを奪いました。勝ち越し点をどのように狙うのでしょうか。ゴール前に入れた。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。キャトレイ、ボールをサイドへ展開します。サマンサカー、バンエグモント、綺麗にパスがつながります。ケロンドナイト、タメカバット、いいところに出た。ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できていますね。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。コーナーから中へ、ここはクリアされました。キャトレイ、ポルキングホーン、ケロンドナイト、ケネディ、タメカバット、ポルキングホーン、このカットは大きい。しっかりと奪いました。スタイナー、ブラックステニウス、ボールを回してチャンスを伺います。いいタックルだ。ボールをキープしました。カウンターを狙います。上がっていけるか。カウンターのチャンスを決めたい。ケロンドナイト、綺麗なパスを通しています。絶妙なパス。キーパー止めましたが、まだインプレー。ディフェンダーがブロックします。キーパーが余裕を持ってボールを抑えます。しかし最初のセーブが鮮やかでした。完全にゴールだと思ったんですが、キーパーを褒めるべきでしょう。さあスタジアムのテンションが上がります。スタイナー、ブラックステニウス、ナイスディフェンスです。サマンサカー、さあカウンターで一気に行きたい。ディフェンスに奪われません。素晴らしいスルーパスでしたが、ここは読み勝ちました。コソバレ・アスラニ、ボールの動きが激しい。前に出しましたが気を抜けません。スタイナー、ブラックステニウス、これはあるぞ。まだボールは生きています。スウェーデンが決めました。これは嫌な点の取られ方ですよね。キーパーのボールの処理の仕方が失点の原因でしょう。監督も頭を抱えているんじゃないでしょうか。タメカバット、ケネディ、バンエグモント、サマンサカー、パスがつながる。ゴールに向かっています。決めれば同点。枠に行っていましたが、ディフェンダーが弾き出します。またまたブロック、体に当てます。スタイナー、ブラックステニウス、ルベンソン、これは見事なパスカットです。目の前にスペースがあるようです。キャトレイ、ここはインターセプト。しっかり予測していました。相手が寄せてきました。センブラント、フィッシャー、コソバレ・アスラニー、カロリーネ・セーゲル。リードを守りながら素早いパス回しで隙を伺っています。ここから先の出しどころに苦労している様子です。スタイナー、ブラックステニウス、センブラント、ルベンソン、センブラント。むしろタッチを割って良かったと言うべきでしょうか。パスミスはタッチを割ってスローインになります。選手の交代です。得点を取りに来たということでしょうか。中盤でボールを受けました。前でボールはもらえないと判断しましたか。ケロンドナイト、すぐにパスを返しました。ゴーリー、きれいにパスがつながります。中を確認したい。サマンサカー、バンエグモント。ディフェンスの対応が光ります。センブラント、ものすごい声援です。サポーターが声を上げます。ここがポイントだと分かっていますね。ここでゴールを奪えば本当に大きいですからね。パスをつなぐことでしっかりとゲームをコントロールしているように思いますが、いかがでしょう。そうですね、しっかりと意図を持ってパスを回していますね。ゲームを作っていますよ。カロリーネ・セーゲル、パスをこの位置で防ぎます。ポルキングホーン、サマンサカー、走り込んだ味方にスルーパス。この攻撃はここまでのようです。試合時間も残りわずか。コーナーキックを取りましたので、ここは同点のチャンスです。この選手、今日はよくやっていたように見えますが、ここで交代ですか。中に入れた。このプレーはチャンスにつながりません。フリドリーナ・ロルフォ、残り時間はわずかですが、まだまだ勝負の行方は分かりません。スムーズにパスを通します。ディフェンスをかわした。カロリーネ・セーゲル、パスを戻します。相手の動きを見ながらパスをつないでいきます。しっかりボールを保持しています。簡単には取られません。ルベンソン、通ればチャンスといったところですが、やはり難しい。最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。ケロンドナイト、ゴーリー、サマンサカー、ボールを奪った。いいタックルでした。これは見事なインターセプト。ソフィア・ヤコブソン、カロリーネ・セーゲル。バン・エグモント、サマンサ・カー。ディフェンスがすっと出てきてパスをカット、チャンスを潰します。コソバレ・アスラニ、いいカットです。ピンチを防ぎました。ここでホイッスル、ホームチームの見事な勝利です。いやー、接戦を見事にものにしましたね。最後はどうなるかと思いましたが、きっちりリードを守りきりました。こういう試合は選手たちに自信をつけてくれますね。アメカバット、入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポート、追いつきたい。さあどうする。ここでゴールです。同点になり、試合は振り出しに戻りました。試合はスタイナー・ブラックステニウス、キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、キーパーのダイビングセーブ、鮮やかでしたね。コーナーキックを奪いました。勝ち越してタメカバット、ゴールキーパーがダイビングセーブ、しっかり集中できていますね。スタイナー・ブラックステニウス、これはあるぞ。まだボールは生きています。スウェーデンが決めました。